どうも、ヌレです。ディアブロ3、続きを遊んでいきたいと思います。おじさん、無事だったのね。ああ、お前とこの方のおかげでな。時間がない。流星についての話とは何だ？多くは知らんのだ。しかし、終末の日の予言書には、流星が終わりの始まりだと確かに記されている。おじさん、そんなおとぎ話はよして。こうして無事に帰ってこられたんだから。はい、というわけでクエスト完了。勇気あふれる熊の毛皮帯ってなんだろう。あれ、防御力高いな。ただな、俊敏性銃増えたりとか。まあちょっと持っとくか。スケルトンキングの正体はかつて我らの慕った王レオリックだ。彼はディアブロの魔力により正気を失ったのだ。レオリックは二人の息子を亡くし心まで亡くした。そのため討伐されたのだ。しかし今再び死よりよみがえり、この地を汚そうとしている。どのような事情があろうと王がいては流星を探すことはできない。レオリックを倒すには彼の王冠が必要だ。鍛冶屋のヘイドリッグを探せ。彼ならその在りかを知っているはずだ。うん、鍛冶屋のヘイドリックさん。自分のその目で真実を見ただろう。この町はこれまでに何度も最悪を乗り切ってきたわ。この人なんだろう。これ決闘って鎧や武器が損傷するかって。訓練場ではそんな心配は無用だ。おまけに誰も死なない。がっかりだろ。この近くの訓練場で英雄同士の決闘ができるぜ。やるかい？ああ、このことは内密に頼むぜ。へえ。リアは負傷した鍛冶屋の奥さんに一晩中付き添って介護してたんだ。今朝は門を守って戦ってたわ。どうしてあそこまで頑張れるのかしら。えらいね、リアさん。ん？職人さんがいる？おや、私に興味を持ってくれるとはね。私たち別親族は放浪しながら定住できる地を探してるのさ。ベシンの民はみんな予知の力を持ってる。私ほどじゃないにしろね。おかげで男たちにいつも言い寄られてね。まあそれはこの力のおかげってわけでもないんだけど。でも未来に何が待ち受けているか気にならない人間はいないだろ。未来のことは神々にしかわからぬ。真面目なのね。世界を救う定めにあるからといって人生を楽しんでいけない理由はないんだよ。秘術師を訓練すると新しい特性変更スロットや外見を移植できます。訓練、新しいレシピを習得できる。おお、模様。これお金かかるんだ。お金かかるんだね。で、ここに特性を変えられるとかそういうのが出てくるんだ。マジックアイテム系かな。聞きましたか？何を？デッカード・ケインからあなたが王冠の在りかを知っていると聞いた。今は手を貸せない。俺の妻が怪物に噛まれたんだ。他の噛まれた連中と一緒に地下室に閉じ込めているが、自分の妻を手にかけるなんて無理だ。残念だが、やらなければならない。私が手を貸そう。ありがとう。では来てくれ。
進まない。他に道はない。許してくれ。ヘイドリック、助けて。おお、ゲロ吐いた。浮いてて。まだ使えない。あんたがいてくれなかったらできなかった。借りができたな。俺はヘイドリッグ・イーモンだ。レオリックの王冠を探している。何か知らないか。それなら力になれる。王冠は大宝冠だった俺の祖父の墓に埋葬されている。祖父の墓は風鳴きの渓谷にある。外で俺のバカ弟子を見つけたら町に戻るよう伝えてくれ。さっきなんか手に入れなかったっけ。ジャベリン。確かにうさんくさいやつと取引することもあるが、うん、儲けた分はあんたに還元するよ。おお、本当に？よし、そういうわけでフィールド探索しに行きましょう。なんか槍装備で拾ったんで装備してるんですけど。関係なくない？死んでもらう。まだ力が溜まっていない。強い。回復回復。てか敵強いぞこれ。強いなこれ。いや、今着てるやつの方がいいな。強かったな今の。レベル7。
戦闘機とルーンをアンロックする。扇風客のルーンちょっと気になるな。これだな。疾風昇波ってのもあったんだ。おお、火属性がつく。これ使ってみよう。今は使えない。おりゃ、神の怒りを受けよ。結構多かったな。でも経験値に 2.25 倍だったよね。こう広いね、ここ。
あ、ウェイポイントだ。チャレンジかからず。壊しまくってもなんかいろいろ効果がついたりするみたいですね。いいね。壊し甲斐がある。ここは何？獣め、死ね。いて。なんだこいつら。まだ使えない。移動速度が低下。いいな。今は使えない。精神力が必要だ。なんだこいつら。よし、倒した。痛いな。まだ力が溜まっていない。倒した。よし、亡霊どもを倒せた。
なんかこう先進む場所かな。レベル2いっちゃうな。行ってみるか。王冠に近いぞ。いろいろ手に入れたものをちょっとチェックしてみましょうかね。攻撃を命中するごとにライフが2回復するやつの方がいいよな。ガジル、メイスだしな。経験値もらえる量が違うしな。スキル、資格。自分と付近にいる味方のライフ、ライフ回復なんだこれ。補助系まであるんだ。面白いな。まだいるな。だね、妖精、レオリックをこの世に呼び戻すわけにはいかぬ。おっと、精神力が足りない。精神力が足りない。よし、倒した。よし。タウンポータルを利用し町へ入ります。ああ、帰ってきた。王冠を見つけたって、まさか生きて戻るとは思わなかったよ。失礼な。これか。修理が必要だな。しかし問題はない。また仕事に戻れるとはな。ほらよ、
戴冠式の日の輝きを取り戻したぜ。農具を鍛えるだけじゃ虚しいばかりだ。俺も何かを成し遂げたい。お、それなら私のために武器を作ってくれ。聖なる使命を果たすためにあなたの武器が必要だ。よし、光を照らす天使のナックル。チャレンジ火事場へ。というわけでナックル手に入れたし、ナックルの方がいいでしょう。これを亡くしたばかりなのに、もう仕事に精を出しているとはな。で、鍛冶屋で分解とかできるんだ。この辺はいらないから分解しちゃおうかな。訓練。あーね、訓練ね、させて。装備できるもんがないけど。5000もかかるのか。この人ナックル作れないんじゃん。この辺はしまっておこうかな。この辺は多分使わないし。残りは後で分解しとこうかな。これちょっとしまっとこう。はい、というわけで今回はここまでにしたいと思います。チャンネル登録、高評価等よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。